はい、どうも、こんにちは。じいちゃん。こんにちは。昨日の一日引き続き、昨日大失敗。失敗言うな。昨日失敗しちゃいましたね。で、まあ、昼の間ちょっと。低くない、なんか。ん？テンション低くない？違う。やる気ねえんだろ、また。だって、あなたがさ、ここ来た瞬間にさ、これっていうさ、なんかさ。だって、お昼、ランチめっちゃ良かったもん。デザート食ったばっかりし、今もう動画撮るテンションじゃないな、さては。でも、違う あなたの方が動画撮るテンションじゃないじゃん。違うって。違う。あのね、うん、昨日もさ、一緒に行ったムイっていうやつがおるんだわ。そいつの行きたいって言って、俺なんかその日の前からワクワクしとったんやって、あれ。えな大橋、ネタえなきょう大橋、えなきょう大橋ね、うん、なあ、うん、ワクワクしとったんやって。それがさ、なんちゅうの、肩透かし、うん、もうさ、ほんとひどいっすよ。うん、俺すっげえワクワクしてさ、楽しみに行って、ただの橋の旅行。まあ、ディズニーランド行ってミッキーに会わないぐらいので、帰る感じはあったけどさ。ミッキーどころの騒ぎじゃねえだろうな。アトラクション、まだあそこはさ、なんかディズニーランドって感じはするけどさ。ぶっちゃけ遊園地ってさ、全ての機械が停電で止まっとるような感覚。俺の中では。せっかく来たのにっていう。ほんで今回もね、皆さん、山をね、標高 800m ぐらいから結構登りまくって1時間半山の中をたださまよって来たのがさ、どこ？すごい見慣れた山の中にある川。以上、俺の言いたいこと。ノーカットでお送りしました。わお。ほんとさ、昨日でからさ、もうさ、肩透かしなんすよ。違うって、だからそれは岐阜支店の先に行っちゃったから、ドアがいても後半は肩透かしになる。他の場所行っちゃったら。じゃあ説明してよ、ここ。はい、説明しましょう。天心白岐阜の塔。ごめんね、天さん。はい、天心白岐阜の塔っていう、その心霊スポットで。なんか忍者みたいやな。天心白岐阜の術。昭和43年8月。お、俺よりも一つ後輩か。そうか、あなた1歳か0歳の頃のエピソードが始まる、これ。大雨で避難していた観光バスが、あれ、土砂崩れに巻き込まれて、飛騨川に転落。あ、これ飛騨川か。はい。おお。乗客の104人が犠牲者となった。すっげえバス乗ってんな。35人乗りじゃねえか、バスって。2階建て2階建てでそんな長いの。昭和42年ねえだろう。では、まあ、土砂崩れだから、いくつかのバスが巻き込まれたのかな。だったら、あの、どうしようって、ボンネットバスやないの。大雨で遭難してか、避難していた、あれ、観光バスやで。ああ、そういうことか。うん、避難してたから、まあ、そういうガチな、なんていうの、災害だったんでしょうな。まあ、そうだろうね。で、亡くなった人たちを供養するために慰霊碑が建てられた。さっき後ろにあったやつ、見た？白のやつ？うん。女神像じゃないね。三重県。で、それがこの天心白岐阜の塔であると。この塔じゃねえし、あ、あれ塔なんだ。そう、塔扱いしてください。はい。で、この付近からもだい苦しむ声が聞こえてくる、川から手が伸びてくるといった噂がある。また子供の霊も目撃があるようだ。噂か。いや、俺さ、昔さ、友達がさ、うん、ここは子供の霊が出る、子供の霊が出るって言って、俺たちでさ、かっちゃんさ、霊感ちょっと強いじゃん、うん、とか言って連れてかれたことがあるのよ、6人ぐらいで。おお。川に、うん、子供の霊が出るって言われて、へえ、うん、連れてかれたんやて。それも父ちゃん怒られる覚悟して11時頃まで。そしたらシーンと静まれて、やべえ、もう帰ろうよって言った時に、
岩陰の岩の上にほら子供の霊が出たっつって出たんや。だけど俺はどこなんやどこなんやって探すやんあの岩の上っつってさ、うんうん、確かによあの座っとるんやわ、うん、立ったり、うん、もう猿やった猿で、もう、ああ子供やった。子供の霊って猿と見間違われるの？いや昔僕岐阜の田舎に住んでた時に、うん、子供が川に板取川に流されとるっていう警察の通報と、俺ら消防団だから行かなくちゃいけないんだよ。おお。で子供が流されとる、子供が流されとるっつって、うん、パトカーは来るわ、消防車は来るわ、事件よね、拾い上げたら尻尾の切られてた猿ごくそう、ご飯かな毛が抜けてたんや、背中擦れて。わお。それを背中から見えるもんで肌が白いやん。おだって赤ちゃんが流されとる、子供が流されとるっていうことになって、おそれを拾い上げたら猿の赤ちゃんっていうのもあるぞあのさ、今言ったさ、子供の霊の目撃例がある、うん、猿じゃねえのみたいなこと言うやんか、うん、さっきさ、猿に気をつけてねっていう看板あったじゃん。あ、そうやったねやめて本当に、あ、猿で終わったっていうさ。いや、あれは俺、小学校の時に思った遠くから見れば、うん、子供に見えるもん、猿が。そういう暗い中で見てたら、そう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 。それは初めて知ったそもそも猿が川に来るなんて俺らも思ったことないもん。ああ、うん、まあ山の中にいるんだろうなっていうイメージあるか。そうそうそう近くに来たら襲われてるけど、あんだけ離れてってふっと見れば、動いてなんかやれば、確かに子供の霊に見えんこともねえと思っとる水を差すようであるけど、うん、でさっきあとは次って恐怖体験談の方で、おお、聞きたい聞きたい。そう、ちょっとね、さっきなんか調べとくかって思って調べたら、うん、ちょっと気になるっていうか、なんかあなたにね語りたいなって思った記事があって。おお、言って言って。さっきさ、俺がここから大体俺ん家まで1時間ぐらいかとか、そんなことを言ったじゃない。言った。それがちょっとね、ちょっとしたヒントなんだけど、うん、まあここ山と川に挟まれた地形で民家が一切ありません。ないね。だったなで、ザ田舎、うん、そのため夕暮れになると一気に暗くなって夜は真っ暗になります。だろうな、山やで太陽すぐ沈めるな。本当に不気味な雰囲気です。当付近にはトラックも停車できる停車帯、まあここなんだけどね、今俺らが止まってる、止まっとるね、がありますが、うん、真夜中にここで休憩することはあまり得策ではありません。高年市、高年市の中にこんなの来ないことが決まりましたぜ、下見会なのに。僕なんですよ。で、駐車場から川を覗こうとしたら、駐車場どこ？ここ。あ、ここ。何に止まっとると思ったの？ポケット。そう、駐車場から川を覗こうとしたら、足を何者かに掴まれたという話もあるほか。顔覗いたら顔面掴まれたの面白いな。ガッて。下からガッて、足なんかさ、って思うけど、の覗いてガッて来られたらやだな。これやられた瞬間死んだって思うよ。ウケるな、ここ。当付近を通過中に、うんうん、白い洋服を着た女の女性に呼び、なんで白い服が限定なんやろな。に呼び止められて、うん、あるところまでた、なんていうの、送ってほしいみたいなことを頼まれて、うん、お金取るぞ俺だったら乗せたらいつの間にか消えていた。へえ、検証してみたいな。でこれ体験談がね、どこまで送ってほしいって書いてあると思う。どこ？名古屋。ここから岐阜県の美濃、鴨郡だっけ、鴨郡の白川町から名古屋まで送ってって言って、その幽霊さんがね名古屋限定か。うん、名古屋まで送ってほしいと頼まれ乗せたらいつの間にか消えていた。ふざけんなよって思う。挨拶ないの？ありがとうも。ないんじゃない、書いてないよ。名古屋まで行ったんかな、その人ナンバー見て乗るんかなあ、名古屋ナンバー乗せてみたいな。そうそうそう、
岐阜ナンバーで名古屋やあ名古屋やだろう。いや俺席で終わりなんすけどとか言って。だってこっからざっくり名古屋だったら2時間ぐらいかかるでしょ。かかるやろ。2時間乗っけてさ、ふと後ろ見たらさ、おらんくなってんねんで。せめて棚手箱の1個ぐらい置いといてほしいよな。うわこれはホラーですわって思ったもん。まあまあまあそんな場所で要は。へえそんなんよ。川を覗き込んだらそういう手がね、ニョキッと生えてるだの。でもこんなとこ、お前川を覗きようがねえぞ、こんなもん。草むらだらけで。覗けないか。あなたがさっきの猿のエピソード語ったせいでさ、全部猿じゃねえのっていう疑惑が出てんだけどさ、猿の死体が流れてんじゃねえのみたいなさ、そういう手の。猿がこうやって手を、足を持ったのか。そう。I'll be back! 猿はさすがに足持たんだろう。飛びかかってくるやろ、逆に。でも足掴んできたもん、猿だったら分かるか、でも、さすがに。分かるけども、猿近づいてこんやろ、そんなに。餌持っとらん限り。おー。と思うけどな。じゃあ今からちょっとね、まあ下見ということで。まあ下見でね。ちょっと、行ってみましょうか。行ってみましょう。ちらっと川の、なんか川をね、見下ろせれば、それで、ミッション達成かなって思うしな。川だけに。川だけに。はい、次が磯川国定公園、海の白川郡。何これ？四季折々。そんなこと書いてねえ。川覗ける？あ、覗けなくはないな。あれがあのなんとかの塔ですな。ねえ。はい、こっから川の上でも足つかまんぞこれ。ここの状態で足をガッとつかまれるってことでしょ。思ったより水汚ねえな。なんかあそこいっぱいブチブチしてるし、アリすげえおるし。アリ？わあ。本当にそうなの？おお、これこれ。昭和43年。これそう言わんかったっけ？昭和43年。104名。うん。ここからまあこの辺りでザパー流されたんでしょうな。集中豪雨による災禍はまさしくこの地方の機能を麻痺せしめ、各所に悲惨な被害と事故を引き起こしたものでありました。飛騨川バス事故遺族会。おへえ、そんなあるんや。昭和40年か。こっからあったんだ。ならまだ死体が転がっとるとか。プカー浮いてきたの。怖っ。引き上げ作業あるだろう。まあ50年も経ってりゃ成績はねえわな。50年か。さい銭箱があるじゃん。見てみ、内閣総理大臣佐藤栄作だぜ。まあ104人がなお亡くなりになる事件ってな。この当時はすごかったんやろな。こっから流れてきたやつか。ってことはこの山はもっと高かったってことか。じゃあそういうことになるね。へえ、総理大臣佐藤栄作になってる。ね、こんなところですよ。もう四天王以外になると岐阜は。
歴史ありななんていうの、そういう事件の場所しかない、逆にもうこういう、いやもう歴史が語っとるよ、本当のこと書いてあるよ、うん、噂ではねえだろ、そりゃ出てもおかしくねえと思うぞ逆に。そうね、うん、なんていうか間違いなく事故死だから悔やんでね、そういうタイプの幽霊になることもあるだろうしって思うし、うん、お昼のせいか知らんけどすげえ景色いいな。なんか見どころありそう？この辺。天津市ラギクモニュメント。うん、合ってるな。思いっきりスルーしてた心霊スポットではあるんだけど、そうか、104人もお亡くなりになってる場所か、なかなかだな、うん、出てもおかしくない場所っていうけど、ここ偏僻院だよな、場所が。ここさ、夜来よっかっていうにはさ、かなり場所が偏僻じゃん、うん、すげえ偏僻。でもまだこうやって花を手向けとる人たちおるんだよね。おう、これクラスでいいんだったら、この間の橋みたいな橋とかこんなレベルでいいんだったらまだ何かとかある。ちなみに言っとくけど、橋よりこっちの方がマシだと思う、はい、俺、まあエピソード的にもそうだと思うよ、うん、あの実際のそのなんていうの、あれは俺は分かんないからあれだけど、エピソード的にもこっちの方がエグいとは思うけど、これなんだよ。いいね。夜今度時間見て作ろうよ。どっか帰りに寄れるとね、この辺もまだ。帰りじゃねえもんこれ。下の方に降りることは無理そうだもんな、これは。水汚ねえな、でも流れとらへんな、お前。ちゃんと流れているじゃない。ゆっくりゆっくり流れとるぞ、そこ。さっきのゴミがまだそこにおるの。ここが洪水になるイコールまたその大事件起こる可能性あるから、起きちゃダメなんだよな。でもどうやって足突っ込むんだ、掴まれるのよな、ここ。え、だからあなたが言ったように猿が後ろからぐしっと。壁があるもんな。うん、あの幽霊側じゃないと思う。猿だな、猿か。猿がこうやってなんかペタッと触っただけじゃないの。それもないだろ、猿が触るってことも。いいとこやん。いいとこだよ。昼は絶景スポットですな。なあ。洗濯したくなるな。さっき水が汚ねえ、水が汚ねえ言うとったやつが。ほんと汚いもん。なんか田舎の川ってめっちゃ綺麗っていうイメージない？そんな透き通ってもないでしょ、でもこういう感じだと。板取川めっちゃ綺麗だが。なんか知らん、カッパがいそうな感じの川じゃない？どんどんとした伸びてくるってはカッパのものだったか。カッパか。カッパもさ、なんかさ、猿の下にくっつけてさ、カッパみたいなこと言ってるエピソードあるじゃん。全部猿やないかって。俺もそう思うんだよな。でもなんか夜はなんか気味そうやね、光のない、うん、
間違いなく真っ暗だもんなこの辺。まあそれはムイ君の気持ち次第だ。いや正直昨日のえなき大橋並みにボロッコソ言われるかと思ってたから。いやただなの空気は流れてんだよ一応そういうことあなた言わないもん俺に。だからヤバさがわからんもん。嫌だったらボロッコソって言っとるって今